本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。持っているだけで、オシャンティでテンションが上がる大容量。複数のデバイスを同時に充電でき、毎回長いケーブルを持参する必要性なし。いろいろ使えて、便利なアップルユーザーの皆様にお勧めできるモバイルバッテリーをご紹介します。開封の儀。こちらでございます。表、裏。今回紹介しますのは、ホワイトです。トリセツ。後ろに日本語のページがありました。本体いきます。こちらでございます。かっこいい。こちらモバイルバッテリーです。ツルツル、手にすっぽりと収まります。角は滑らかなカーブがかかっております。重さ 176g、 11cm、 6.5cm、 1.5cm。こちら特徴的なのは、このケーブルでございます。はじめからついております。こうやって、引っ掛けるフックにすることもできますが、実はなんとこちら。はい、タイプ C 端子。そして反対側、ライトニングケーブル。この2つでございます。安全保障、PE マークもしっかりと記載しております。こちらが電源ですね。この電源ボタンを押しますと、なんとバッテリー残量を見ることができます。で、この差し込む場所ですね。色がわかりやすいです。こちらのバッテリー、とても軽量なので、旅行や出張などの外出のお供に最適です。手にすっぽり収まる、持ち運びが便利なサイズ感。手にとても馴染みます。商品の特徴を見ていきたいと思います。本体、端子が4つございます。ライトニング、入力端子。ライトニングから USB、Type-C、出力端子。USB、Type-C から、ライトニング、出力端子。USB、Type-C、入出力端子。そのわけで、iPhone、iPad、AirPods、Apple Watch など、こちら Apple 製品好きな方にとてもお勧めできるモバイルバッテリーでございます。これ、1台持っていけば、外出先で困る場合はございません。本体ですね、こちら、コードが2つ付いております。監督もですね、スマホは今 iPhone14 を使っております。ライトニングケーブルですね。刺しますと、充電することができます。で、このコードの短さ、これもまたメリットでございまして、充電したい時って紐が引っかかって落ちてしまうという場面があるかと思うんですけども、この短さであればこのまま両手に2つ持っても全然苦ではございません。磁石タイプではございませんが、こういった形で重ねて使うこともできます。この短さが今回とてもポイントです。このコードなんですけども、はじめからこちらタイプ C とライトニングケーブル2つ付いております。内蔵されてますが、外すこともできます。またアップルウォッチを持ってる方、こちらにですね、いい感じのくぼみがありますので、アップルウォッチを乗せて充電することもできます。なので同時にですね、2台同時、もしくは3台同時に充電をすることができます。この丸いポチなんですけども、アップルウォッチのために特別設計された磁気モジュールです。ちなみにこちら、ワイヤレス充電は 25W です。互換性としては、最新の iPhone15、Apple Watch、Galaxy、Google Pixel なども互換性がございます。また、Type-C でタブレットなどに幅広く利用することができます。DD Type-C 20W 高速充電、急速充電、通常の 5V 1A の充電よりも約3倍の速さで30分で iPhone を 60% 高速充電に対応するケーブルが付いております。バッテリー残量は 10,000mAh、 日常使用に緊急事態にも対応できる大容量バッテリーとなっております。またこちら、サイドにはバッテリーの残量を目で見て確認できる、とても見やすい LED ディスプレイが搭載されております。モバイルバッテリー本体の充電の目安としては約3時間でございます。改めまして、このモバイルバッテリー、ライトニング充電とアップルウォッチの充電が、こちら一つで2台同時に充電することができます。監督が持っているこの iPhone14、30分で約 60% 充電ができます。アップルウォッチは1時間半で 50% 充電、2時間半で 100% 充電することができます。また、本体、デバイスの充電回数がこのような形になっております。いかがだったでしょうか。シンプルでオシャンティーなモバイルバッテリー、この容姿で 1万mAh の大容量バッテリー、複数のデバイスを同時に充電でき、毎回長いケーブルを持たずに、この付属しているコード1本だけ持つだけで、ライトニングとタイプ C すぐ切り替えて充電することもできます。いろいろ使えて便利、特にアップルユーザーの方にお勧めできる大容量モバイルバッテリーをご紹介させていただきました。また本体裏 PSE マークがついていて安心安全。この商品興味ありましたら、ぜひ詳細をご覧ください。
ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。大容量でめっちゃオシャンティ。本番いきます。よーい、毎回長いケーブルを持参、いろいろ使えて、いろいろ使え、モバイルは複数の出番、興味がありました。このおしゃれ、こちらでございます。